こんにちは柏一の今日のインしていただきます今日は習近平台湾攻略は断念か、まあ、断念っていうのか中まあとりあえず延期ということだと思うんですけど、えー、っと習近平はこういうことを言いました。えー、北西部カリフォルニア州であ11月15日の米中のサミットですねこの時にですね中国の習近平はどういったかというと2027年または35年に中国が台湾に侵攻する可能性について基本的にそのような軍事計画はなく。 それについて、誰かが私に話したこともないと、バイデン大統領に語った。こういう話なんですね。いや、んな台湾侵攻あって全然話も聞いてませんで、そういう話はね。あの習近平が言うお前が言っとるんやろうが、突っ込んでやりたいんですけど、そういう風に言った。まだこれはね。僕はね。習近平のコペルニクス的展開だとこう思うんですよね。 だから今回ねなんでそんな今更ねこう、えー、軍事計画なんてないですよって言い出したかっていうその背景についてちょっと考えてみようと思います。まず1番目ね、えー、中国経済再建が非常に難という,いう理由がまず1個あるんですね経済がね成長してる間はね、まあ、どんぶり返すのでいいんですよね、まあ、大体あっ、まあ、大体もかってるからいいやんそういう感じだったんですよね。 でもだから統計なんかあんまりね指して必要じゃなかった、まあ、大体大体で、ね、大体でいたいんでそんな感じですよねでまあ下の方もねあそこが大体でいいんかと思って適当な数字やってねこんなに僕のところは成長しましたよというインチキばっかり報告したんですよねでも、えー、経済がね下り坂になったらそういう認知ばっかりやってたら正確に事態がどうなるかということは把握できませんからそれは困るとこういうことなんですよね だから、まあ、中国の経済データが再び中国のもとになっているとだから地方当局が、えー、統計改ざんで警告を受けているとこういう話なんですよね。これサウスチャイのモーニングポストからですけど、まあ、ちょっと読み上げますね国家統計局によると中国は気、ねえー、州省の一部の地域ではデータが改ざんされ先西省の県政府はデータ収集に介入していたという。 同局はデータの正確性を向上させるために夏にいくつかの省を視察し先月初めには別の視察が始まったと。中国の、えー、統計当局はまあ国家統計局ですね。データの正確性を えー、向上させ北京の経済的意思決定を改善するための最新の取り組みの一環として統計を捏造しデータ収集に介入して業績を過大評価することについて地方当局に新たな警告を発しただ地方政府に対して報告するんじゃないいよそういうこと。言っているとここういうことなんですね、えー、国家統計局は木曜日南西部の貴州省の一部地域で依然としてデータの改善が行われていたと指摘し 北西部の先生省では一部の県政府がデータ収集に介入したたとと述べたとまあだから行政の当局がね統計の割にね介入するとしかし同局のウェブサイトに掲載された2つの声明によると同局は名前や関係するデータを提供せずいかなる処罰もいかなる処罰も明らかにしなかったかちゃんとね罰したかどうかも分からんとこういうことなんですよね。 アナリストたちは長い間中国のデータの正確性や信憑性透明性の欠如を懸念してきたデータの信頼性を最大限に確保することは間違いなく政府の利益になる陳支部同局省はこの夏河北省黒竜江省河南省湖南省貴州省センセーションを含むいくつかの省を査察し生の経済データが本物の企業から得られており役人によって誇張されていないことを確認した。 いいちち確認してもらわなな大変ですな、えーえー、先月初めから新たな視察が始まりさらに6つの省と省務部部天然資源部が視察の対象となったまた10年に2回行われる全国的な、えー、企業家系の、えー、経済・国勢調査も開始されコロナ後の情勢に関する情報を提供するとともに中国のゼロコロナ政策によって企業が被った損害を浮き彫りにすることが期待されていると。 データのの信頼性は的的な政策決決定定やビジネスの意思ににとって基本的に重要であると、えー。地方政府幹部との会談で統計局は河南省の一部の市兼レベルの職員はデータの信憑性が極めて重大で、えー、緊急であることを十分に理解してなかったと述べたと中国のメディアの報道によれば彼らはまた改ざんされたデータの修正を遅らせていたというと国家統計局の、えー、局,長に局長はまた 一部の県政府がマクロ経済管理の一環として国内総生産やその他の経済統計を水増していたとのと述べたと引用されたと。地方公務員は昇進の見込みを高めるため、あるいは経済成長目標の達成を狙られているため、えー、経済数値を水増しして、えー、水増しする傾向があると。地方政府の債務危機器が拡大したことでデータを改ざんしようとする動きも活発化していると。 全国全人代の常務委員会は10月、えー、中小金融機関の資産の,質に対資産の質に関するデータの一部が実際の状況は真に反映していないと警告するという異例の措置を取ったと。と、えー、北京市はこれまでの関係者を招集したりデータの収集報告システムを全面的に見直したりしてきた。香港大学の知事氏は構造的な方法としては統計局を政治的な干渉から独立させることだと述べたと。 北京が本当に合理的な政策立案に真剣に取り組んでいるんであればこれは可能であるとから付け加えたえ国家統計局は大企業から直接あるいは調査を通じて、えー、工業生産高をを含むデータの収集量を増やしているとまあ結局統計がね駄目なんでね、えー、適切な経済政策も立案することはできない。 だからあの経済成長経済,、ね、経済をうまく回していくことが根本的に不可能だろうと、まあ、ここでは、ね、改ざんはされているというように述べられてますけど、まあ、全,部全部が全部うまくいくということはちょっとありえないですよね。でこれからもっと赤字の現状っていうんですかひどい現状っていうのがどん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 出てきますからそれを正直に報告するのかっていうことはやっぱり報告しに,しにくいですよね。そう考えたらやっぱりあの全然ね正確な情報が中央に集まりにくい。 という状況に関しては全然変わ,らない変わりがないんだと思います。このままでは、えー、中国経済というのは再建できないんじゃないかな。やはりこうハードクラッシュに向かうとそう予想するら多いないですよね。まあほんでねあの、えー、自民会方々の方にも動きがありましたね、えー。それもちょっとね読んでみました。これもサウスチャイモーニンポストですね。えー、まあ結局ね経済立直しのメドがつかないわけですね。ですからサしスたっては米国との対決はお預けと。 そういう形になります、えー、中国国防省は、えー、中断していた対話を平等と尊重を、えー、基礎に、えー、再開するためにワシントンと協議中であると発表と北京はまた AI に関する協力の意思を繰り返すが自国の海岸付近でのアメリカの、えー、軍事活動や台湾への援助には警告を発していると。えー、中国国防省は木曜日北京とワシントンは今月初めに 両国首脳が合意した軍事通信チャンネルを復活させるために協議中であると発表したとまあこれからちょっと当分アメリカとはやっていきますわそういうことですね中国国防省の報道官である5県上級大佐こ,れこの方ですこの方は木曜日の記者会見で両国の国防国防当局は平等と尊重を基礎に軍対軍の通信を再開させるために連絡を取り合い調整していると述べたと 中国交渉が、えー、両国の関係悪化の中で中断していた軍事通信チャンネルを回復させるためアメリカと協力していくことを確認したのはこれが初めてだ、まあ、ようやく軍とね米軍と人、えー、民解放軍の、ね、連絡経路がこれでできるということが、まあ、中国側も明らかにしたこういうことですね。 えっとえー、両国元首の間で合意されたコンセンサスに従って、えー、両国は平等と尊重を基礎にハイレベルの <coughs> 軍対軍のコミュニケーション、えー、中米軍国防政策調整協議、えー、中,米中米軍事海上協議協定の会合を再開し、えー、っと戦場司令官同士の電話会談を実施すると誤諸は述べたと。の えっと軍,事軍事対軍事関係を重視していると。中国軍は健全で着実な、えー中,米軍事えー、中米軍事対、えー、軍事関係を促進するために、えー、軍関係でね米軍と中国軍との関係を促進するために、えー、米国側と協力する用意があると。この声明は中国の習近平国家主席がサンフランシスコで、えー、ジョー・バイデン大統領と、えー、会談し 北京がナンシー・ペロシ下院議員が台湾を訪問した昨年の8月以来中断していた複数の軍事通信チャンネルを復活させることで合意したと2週間後に発表されたとゴシュは木曜日のブリーフィングで習近平とバイデンがさまざまな分野で20以上の成果,成果について話し合い合意したと述べ米中関係は健全で着実かつ持続的な成長のためにの道を指し示し 青い地図を書いたと述べたとこれからうなん度かうまくやっていきませんと言っているわけですねゴシアはまた北京は人工知能の軍事利用とガバナンスを規制強化するために協力する意思があると述べ両国が軍事分野における AI 技術の研究開発応用に対して慎重かつ責任になる態度を取るように呼びかけたと中国は AI の利点を利用して 他国の資金を損なうこととに反対してやるのえた中国側はさまざまな当局者との交流と協力を強化し AI の軍事利用の規制に関するコンセンサスを構築し関連する兵器システムの誤用乱用悪意のある利用を回避する,ため回避する用意があると」と AI は米中間の重要な紛争分野として浮上しており 両大国はこの技術の軍事的応用に関,連、えー、関する世界的なルールや基準の設定について主導権を確立しようとしていると先月の一帯一路国際協力フォーラムで習近平はこの,技術のこの技術の健全で秩序ある安全な発展を促進するためグローバル AI ・ガバナンス・イニシアティブを提唱したと。 バイデンは習近平との会談で AI はグローバルな挑戦であり両国の共同努力が必要であると述べたさバイデンも言うんんですよねこんなこなと。言わねえのにね、えー、両首脳はまた無人機などの自立型兵器や核弾頭の制御配備における人工知能の使用を制限することでも合意した。しかし後は中国の軍事援助や海岸付近での活動には警告を発した。 北京えー、と台湾が退役した米,米軍の戦闘艦6隻を購入しミサイル基地を建設する計画であるとの報道についてシュは、えー「台湾政府は米国に依存し独立を求め自国,の自国の統治する島を、えー、兵器購入している」と述べたこれは台湾を災いの淵に、えー、突き落とすものであり台湾の人々に間違いなく甚大な被害をもたらすだろうとシュは語った」 えー、台湾の、えー、安全保障は両岸関係の平和的発展にかかっており、えー、少数の米国製兵器に依存することは信頼性に欠けると <laughs> おっ言うな! <laughs>」そんな感じですよね <laughs> だから米国製の武器は使わないでと<笑><笑>言ってるようなもんですよねアホかっていう感じがしますよね。 また北京は南シナ海のスパラトリー諸島の係争中のフィリピンでの第二トーマス首相への、えー、補給活動に関するワシントンとの干渉と支援に、えー、断固反対すると述べ米国の介入は状況を悪化させるだけであることを歴史は何度も証明していると警告したと、まあ、こんな感じでね、えー、まあとりあえず、えー、米軍とは関係を、まあ、以前の状態に戻しましょうそういうことが大体決まったそういうことなんですよね。まあ、だから あのー、これねこのままだったらまあ多分だから台湾侵攻というのは、まあ、少なくともあと3か月ぐらいは多分ないんじゃないかなと、まあ、少なくとも来年の春までです、ね、来年の春までは多分こう台湾侵攻っていうのは多分ないかなとそう思いますただねやっぱりね、あのー、もし起こるとすればもう経済が、ね、どんどん潰れているのは事実なわけですよですから、えー、中国共産党のへの心理中国共産党に対する支持ですよね中国国内の支持がやっぱりどんどん減っていくと。 いろんなところで反乱が起きるみたいなねそういう情勢がちょっとでもでき始めたらでき始めたらまた動き出す可能性もあるなとそう思いますねだからこの経済の潰れ方のねパラメーターと進行の進み具合ですかそれがやっぱりこう連動するだろうとそう考えておいた方がいいと思うんですよね。仮にね共産党政府がフォロンだとしましょう。そそしたらのの後の後継政権も 台湾領域を主張するんじゃないでしょううかと思うけど皆さんはどうでしょうかね僕はやっぱりね後継政権はねいや台湾やっぱりうちのもんやろうと言い出すんじゃないでしょうかねそしたら共産党政権が去っても結局また台湾は侵攻されるとそういうことになるんじゃないでしょうかねあんまり共産党政権だから侵攻するっていうよりも中国の本土が台湾に対する野心を捨ててない捨てないと思うか思いますよねそううう考えたら台湾の人はどうするんでしょうかね。 それれがやっぱり今突きつけられている問題だ,と思います、ね、だから別に今はね共産党政権が仮になくなったってやっぱ後継政権がねやっぱり台湾は俺たちのもんだよって言った時に台湾の人々はどうするんでしょうかねそれはやっぱりこう考えてほしいなぁとそういう気がしますね。まあ、AI に関すする話が多かったでね、ね。今回の記事では、ね、だからね米国の、ね、半導体規制でやっぱり中国が困ってる証拠だと個人的に思います。 半導体がね全然最先端の半導体が中国に入らなくなりましたからねまあそれは、えー、中国でも作ってるんだとかざる、えー、だとかそういう議論がいっぱいあると思うんですけどとりあえず表向きはね自由にね半導体を購入して、えー、中国で AI 研究をするってことはちょっと困難になりつつあるあれアリババは、ね、その分を潰しちゃいましたよね AI の部分はね。そのぐらいあの追い詰められてるとそういう方はできるでしょう。 まあね、生成 AI に関してはね日本企業もいっぱい乗り出してますよねだから、あのー、日本語ベースでね、えー、人工知能っていうのは結構、まあ、いいやつができるんじゃないかなと思って個人的には期待してますでもねやっぱりねハードウェアですよねハードウェアで、えー、GPU、えー、ですね GPU という、えー、チップを使ってやらせるんですけどそれをやっぱりつく独占的に作ってるのが NVIDIA なんですよねだから N を日本が 超えることができるかどうか NVIDIA を超える、えー、チップを日本日本の企業が作ることができるかどうかこれがやっぱり日本がね半導体的にグッとこう乗していくかどうかっていうところの大きな、えー、境目になるかなとやっぱり打倒 NVIDIA ですよねと個人的には思ってますでもうちょっと話を広げるとねメタバースという話が以前出ましたよねでもねこれはね僕はもうほとんど間違いないと言えるのはやっぱりねおそらくね、N、メタバースは日本の独壇場になるだろうなと こう思ってるんですよ技術的にどうこうとかそういう問題じゃなくてねそれ理由は簡単でね、えー、メタバース的な世界観ですかこれはねいくつもいくつも実は提示されてるんですよ皆さんはご存じないかもしれませんけどねあのライトノベルという形でいっぱいいっぱい出てるんですよええー、って感じであの何、ー、だったっけな例えば例を挙げるとあのー、なんだあそうそうそう思いました「ソードアートオンライン」でさあれとかねあとえっ、ー、と アクセルワールドだったっけな女居作者ですけどねそういうのが出てます。であと最近ねテレビ見たのだったあれを見ましたね。 えっと、グッドナイトワールドでしたっけ、グッドナイトワールドでしたっけ。なんかそういうのができまして、ああ、こうなるのかということが。目に見えてわかるというね、まあ、オ,オンラインゲームっていうかね。オンラインゲームの話なんですけど。あ、こうなるのかということ、がすごくよくわかって。あの、すごく面白いですよ。もしあのご存じない方は、はっぺんご覧になってみればいいんじゃないでしょうか。あ、ソードアートインラインは結構面白かったですね。いろんなあの、えー、なんですか。あの、番外編みたいなもそがあってね。ガンゲールオンラインっていうのもちょっとあって、あれのシリーズも。結構面白かった。 たんんですけどどあのなんかこうどういったんですかいろいろんなね世界を作ってそれで没入ができるシステムはこう多分こうに日本だったらできるんじゃないかでそういうことに関して、えー、ゲームの中にね閉じ込められてしまうって話なんですよねソードアンドオンラインがねだからゲームにオンラインして、えー、へもうかぶってるんですけどもうそれからねえー、っとなんかログインがログアウトができなくなってしまうというね。 だからずっとそ,うその世界の中にこうずっとねあの閉じ込められてしまうみたいなそういう話なんですよ。だからそれで,でそのゲームの中でね死んだら本体も死んじゃうみたいなねそんな感じなんですよね。なんかえー、っていう感じなんですけどまあだからあの本当に、ね、あの面白い世界観が出てますそれから考えたらねやっぱりこうそういうねあの世界観の提示っていうのは多分海外ではまだないと思うんですよね。 ですからやっぱりこうそれだけ日本がもうメタバースに関してはこういうのを作るぞっていうのがもう朝の中にインプットされちゃってるんですよねそしたらもう具体的なとこ分かってたら日本人って結構強いですからこういうのをねこう似たようなシステムをどんどんこれから作っていくんじゃないでしょうかねそういう気がしてなりませんですからね逆にもうちょっと一言言うんだったらね例えばデジタル傭兵とかねそういうのが出てくるんじゃないかなと思ってます。 だから例えば傭兵なんですからねロボットの中にねもう一っこうインストールっていうにロ,ロボットとね人間のをつないでそしてあの何ですかそのロボット兵で戦うとかねかなり遠距離なんですけどそれでもあの、えー、通信速度を上げることでねそれであのこうロボット兵みたいなのをね遠隔地で動,動かすとかねそういうことが可能になるのかもしれません。 ですからそういういののがやっぱりメタバースの世界でですすよね。ですから本当にねあの日本はそういうアイデアがこれからバン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 出てくるんじゃないかと思って僕はあのすごく期待してますまあ、それ悲惨なななこととにはならないと思うんですよね。でもやっぱりゲームの世界っていうんですかオンラインゲームの世界は多分日本から大幅に変わっていくだろうとそれは多分間違いじゃないなとこう思ってます。 まあなんか話がオンラインゲームの話になっちゃったんですけどあの <laughs> まあそういう世界観が提示されてるっていうのがすごく重要であの海外ではまだそんなないんでねそもそもねだからこれ,これはやっぱ本当にねメタバースは日本のものな日本の独断情だなとそれはやっぱりちょっと強調しておきたいなとこう思います。 ままあああの、まあ、中国の話だったんですけどなんかメタバースの話になっちゃいましたよねまあだからそのぐらいねなんかちょうどね中国と日本の国力ですかこれちょうどね日本がこうぐわーっと上,上,上を向き上がってって中国がぐわーっと下を向けてちょうどこの鼻が息なんですよね今がねあすごく楽しい時期です <laughs> いい時代になりましたね <laughs> というわけで今日はこれでおしまいしますじゃあ、えー、よろしかったらいいポのごそしてチャンネル登録もぜひお願いしますそしてサンクスのあれ本当助かってますからありがとうございます えまたよろしくお願いしますというわけで今日はおしまいしますね失礼します